オッケーシオッケーちょっともう一個ねさっきも何人かいるんだけどシュンペイじゃこう入ろう今シュートきたじゃんシュート受けたどうプレーした弾じき,弾き倒れたじゃんプレーしたシュンいたんだな <laughs> うん弾いたでどこにこぼれたのうんあっちこぼれたじゃんでポスターだた、ねうんだねで実際には実際ボールこぼれたらボールあっちにあるじゃん でこうやってゲームながらプレイしたときに立ち上がった、えこういう時にどんなことをイメージする次クロスボールあるかなと思うじゃん。そしたらどう,やってどうするうん、こうやってまたなんかクロスだからセンター付近取りながら中の状況を見ながら次どうするかなっていうことだったりとか意識するよね。でも今今どうううややっってて覚えるそねここれプレイした 早く行かなきゃこういう風にプレー入っていったんだけどそれ多分何人かいるぜ今ずっと見てても自分の習慣としてやっぱりこうプレーした後こうやってシチュエーションを作ってるわけだからしっかり常にゲームのことを意識するここにボールを弾いた後常にこうなって入ってきてこれシュートを受けるっていうことだったりとかやっぱりボールから目切ったりとかゲームからゲームの中から外を見たりとかっていうのにならないようにプレーしてしっかり立ち上がってゲームの常に中央を見ながら 入っていくっていうところはマシューもあったしうん何かあるからちょっとそれは意識してオッケー。